はい、どうもシンガーソングライター三浦富雅です。よろしくお願いします。ということで、今日も三浦城の時間やってまいりました。よろしくお願いします。ということで、今日なんですけれども、皆さん、今日はね、ずっと一日中雨でしたが、いかがお過ごしでしたでしょうか。早速、噛んじゃっていますので、皆さんね、絶好調でございます。よろしくお願いします。今日もね、一日の、僕の生活とかをね、自由気ままにこうただ話してるだけの三浦城ですけれども、ちょっとね、近々というか、なんかこうやってせっかくみんな YouTube にコメントをもらってるんですよ、僕。いただいてるので、そういうコメントを読んだりだとか、みんな僕に聞きたいこととか、そういったもの、質問みたいな感じを、こういうコメントからね、抽出して答えていこうかななんていうのを、三浦城で今後やっていきたいなと思ってるんですよ。なんで、ぜひぜひぜひ皆さん、聞きたいこととかいろいろあったらコメントしてみてください。よろしくお願いいたします。で、昨日の話なんですけれども、鼻ニキビの話、よくよく見たら僕、鼻に2個できました。すごくないですか、これ。なかなか2個できるってことないと思うんですけど。そう。でね、いろいろね、みんなコメントしてくれてて、ニキビは不摂生でもできるし、ストレスや食事によってもね、とか教えてくれたりとか、とかね、そういろいろ教えても、そう、無印のね、化粧水私も使ってるとか、ね、そうそう、いろんなコメントいただいて、皆さん今日ありがとうございますね。そう、でもやっぱり、ニキビは、本当に、病院に行って、病院の薬ものが一番早いっていうのは気づいたんで、病院に行こうかなって思ってるんですけど、なんかね、病院の薬に頼りたくない自分もいたりとかして、そうなかなかちょっとうまくニキビが でかくなっていっちゃってるんですけど、ちょっとどうしようかなって感じでやっていきたいと思いますけれどもということで今日はねまあいつも通りというか、いつも通りまあ毎回こう毎度同じなんですけれども、準備をしながらやってっております。はい。何笑ってんすか何笑ってんすか。ということでね、今日はね、ササディもいるので、一緒にミラージュをやっていこうかなと思いますよ。何笑ってんすか何ちょっとみんな聞いてるから、ほら。ただ笑ってるだけじゃつまんないから。はい。何笑ってたのって。疲れてるな疲れてねえよ。疲れてないっすよ、全然。いやでもね、いや疲れてるないはちょっと嘘になるな。やっぱ最近すごい朝から打ち合わせとかが多くて、この時間、あ、すいません、みんな言うの忘れてました。時刻が0時11分、今日が6月の18じゃなくて19になりましたかね。20日になりました。すいません、もうね日にち感覚も狂ってまいりまして、どうにかねやっていきたいと思いますけれども、そうっていうのでね、6月の19日、僕の地元の、友達の、めちゃくちゃ仲いい友達の誕生日でした。はい、どうでもいいですねそんな感じそうなんですよ。やっぱり皆さん一日どなたかが、こう世界中で誰かしらが誕生日なので、ハッピーバースデーと空に向かって言ってみてください。よろしくお願いします。ということで、今日なんですけれども、そう、話を戻しますと、最近ねちょっと朝からね打ち合わせをしたりとか、この時間までだいたい夜遅くまでっていう作業が多かったりとかしてて、結構ね久しぶりにコロナ明けにこんだけアクティブに動いてるんで、ちょっと疲れてきてるなっていう気持ちもありながらも、ただ未来の話とかワクワクする話ばかりなので、すごい楽しみながら、打ち合わせの方をさせていただいております。そしていろんな方ともね、また今日も初めましての方も出会ったりとかして、やっぱいろんな人の話を聞くっていいですよね。やっぱり今まで出会ったことない人たちの意見とかってすごく自分にない刺激をくれたりとかってするので、本当出会いを大切にという言葉があるように、すごいね日々勉強させてもらってます。そうで今日はねお昼なんか品川のねなんかランチできる場所があって、すごいなんかちょっと名前忘れちゃったんですけど、すごいおしゃれな場所で新しいミュージシャンの方と一緒に、紹介いろいろさせてもらってお話をしながら、いい機会になりました。でその後ちょっと青山の方に行ってアップルパイを食べに行って、そうそうそう、アップルパイなんてさ久しぶりに食べてさ、本当もう小学校の頃に食べたマックのアップルパイで止まってたからさ、僕の口の中は。だからすごい、あ、こんなに美味しいアップルパイあるんだってぐらい、はい、もうすごい、青山のね、結構有名、なんかテレビとかでも出てたような気がする。そう、紙袋とかがね、おしゃれで、おしゃれすぎるアップルパイ屋さんみたいな、知ってます？聞いたことある。そうそう。いや、でも本当すごい美味しくて、そうなんですよ。そう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 、そんな感じでやってますけど、何かありますか、澤田さん。あ、この間ね言われた、この間てかなんか YouTube かなんかのコメントで見たけど、うん、何そんな朝遅くまで打ち合わせすることあるんですかとかで、なんかのコメントで見たよ。もうほんとこれ切れないっすよね、やっぱり今まで本当なんていうんですか、事務所とかそういう場所に入ってるといろんな人の脳があるわけじゃないですか。何十人とか何百人の人たちの脳があって、いろんな考えとかをまとめたりとかするとかいろいろあるんだけど、僕たちってもう僕と笹田は2つの脳しかないんで、もうあらゆることをこの2つの脳で考えないといけないんですよ。そうするとね、どんどんね、いろんなことがねを考えながらやっていくとなると、もう時間がめちゃくちゃかかるのよ。一つずつこなしていってるつもりなんですけど、めちゃめちゃ時間かかりますよね。かかるね。そう、あとやっぱやったことないこととかがあると、やっぱそれなりにちゃんと調べたりとか情報収集から始めるので、やっぱりね、個人ならではのというか、そうそうそう、大変さはあるけど、それが逆にやりがいでもあるから、そうそうそう、遅くまでやってるイメージじゃないんだよね。勝手にもうこんな時間になってるみたいな感覚だから。今日も集まったの6時だし、ね、そうそうそう、6時渋谷、そう6時渋谷で集合して待ち合わせして、そこから1件打ち合わせあって、でその後8時ぐらいからまたこの時間ぐらいまでずっと打ち合わせしてますんで、そうそう、でもそれも全部僕たちがやりたいことも含め、みんなに伝えたいこととかみんなが楽しんでもらえるようなことをね、すごい常日頃からイメージしたりとか考えながらやってるんで、これでね、やっぱみんながじゃあ僕たちが提案したものに対して行ったものに対してみんながこうやって楽しんで楽しかったとか、すごいね明るい気持ちになってくれたら、それは何よりも僕たちは嬉しいので、だからね全然ね惜しみなくそれに関しては時間使ってますよね。間違いないです。でもそれが当たり前だよね。今となって。そう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 。2年間この生活だからね。そうなんですよ。そうで、こういうコロナ明けっていうのもあって、最近頑張りすぎて鼻にニキビができたっていう話なんですけど。そうそうそうなんですよ。でね、ちょっと思ったの、正直鼻ニキビって無印の化粧水買ったんですけど、逆にそれが合ってないのかなとか思ったりもしての、そういや分かんないけどね、これは分かんないんだけど、検証してないから分かんないんだけど、でもね無印から訴えられるかもしれない。そうだね、ちょっとここら辺ねあんま言うのはやめとこうかなと思うんだけどでもね人の肌ってあるからね、ニキビできやすくなる成分入って結構ある。いや俺だって基本そんなニキビできなかった人なのに、そう急に最近できるようになったからびっくりして、それ多分ね何かしらの原因がありそうだね。そういやおかしいんだよね。みんなもね多分ねご存知の通り、僕はあんまりそんなニキビとかできることそんなにないと思うんですよ。そうでも最近できちゃって、やっぱストレスなのかね、いろいろあったストレスなんかね、これもしかしてね、これはほんと体正直やなってねそうすいませんね、ちょっとねあんまり変なこと言えないですけど、そんな感じでもう本当に前向きにどんどん未来をイメージしながらもうね過去のことは言ってらんないので、常に前を向いて頑張っていきたいなと思っておりますので、皆さんもねぜひぜひぜひ楽しみにしていただけたらとても嬉しいでございます。よろしくお願いいたします。で引き続きその、グッズ展示会の方もですね、いろいろとまだまだ情報収集してる段階なので、もしちゃんとできるようになったら、ちゃんと正式に発表しますんで、ちょっとまだ何とも言えない状況ですので、皆様期待をしながら期待をせずという感じで、よろしくお願いしますという形で、今日はもう早く終わってしまいましたね。10分過ぎたので、今日もこんな感じで終わりにしたいと思います。澤田さん、最後何かありますか？よろしくお願いします。はい、ということで、今日皆さん、聞いてくれてありがとうございました。ミラジオでした。バイバイ。